プロレスと格闘技の融合、プロ格を実践している団体、それが格闘探偵団バトラーズです。95年12月藤原組を卒業した組員たちは今年4月の13日このバトラーズを旗揚げしました。まずは池田大輔、小野武の入場です。名付けてチームタコ、威勢がいい。高田組チーム川崎サンダース、米山聡、アレサンダー大塚組の入場です。日も当たりもしない、地熱喧嘩格闘プロレス、バトラーズの戦いは勝敗は KO、 ギブアップのみで決まります。場外カウントはありません。そしてタッグマッチはタッチしなくても入っても OK です。ノータッチで入っても OK です。アレクサンダー大塚はスープレックスがあります。このスープレックス、皆さんもぜひ注目してください。そしてもう一人は米山聡、タッグを組みます大車輪キック、ローリングサンダーがあります。まだ入場してまいりません。音楽が鳴り響いている中、今姿を現したアレクサンダー大塚、そしてローリングサンダー米山聡。この試合、山本小鉄さんが戻ってきてくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一方、解説をお迎えいたしました週刊プロレスの浜辺義則さんです。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、ここからいよいよプロレスの試合という形になりましたね。はい、髪の毛をすっかりと刈り上げました小野武です。池田大輔、そして元気な大将池田大輔、チーム川村さんプラス 186cm 100kg 米山聡、赤のマーシャルアーツスタイルのコスチューム米山聡です。アレクサンダー大塚、スープレックスが武器、大きな武器です大塚。浜辺さん、はい、まずこの大会の見どころをお願いします。そうですね、はい、今ちょうどバトラーズはタッグリーグの、シリーズ戦中なんですけれども、 そうですね、その中 の、まあ、あのトップチームですね、チームタコは、はい、片やアレクと米山君のチームというのは、まあ、若手の、期待の、チームということで、これはタッグリーグにはこのチームでは出てないんですけれども、米山君が入ってないんですよね、メンバーに、はい、急遽このカードになったんですね。そうですね、はい、その分この試合ずいぶん張り切って臨んでいるようですよ。そうですね、はい、U ジャパン11月の17日に行われました、はい、あの大会で、はい、石田勝美がこの大会に実はね、そうなんですね、この代々木にエントリーされていたんですが、尾骨、鼻の骨を折りました。そうですね、3ヶ月かかるということで。あ、そうですか、はい、それによってこのカードが組まれたんですが、強烈池田のキック。まあ池田小野はもう打撃のチームですよね。そうです、もうここのチームの面白さもガン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 と、まあ、しばき合いのプロレスって僕ら言ってるんですけどね、はい、きちんとした技を持ちながら、はい、やっぱり気迫をそれ以上に出していくという面白い団体ですよね。そうですね、はい、大車輪キック出た、ローリングサンダー。山本さん、はい、このローリングサンダーいかがですか。そうですね、なかなか面白い団体だと思うんですよね。そうですよね、確かに体大きくないんですよね、はい、なんとなく体だけ見れば、ね、はい、レスラーらしくない体ですけど、うん、そのあれですね、動きが速いと、そういう点ではね、なかなか面白い団体ですね。そうですね、はい、さあアレクサンダー大塚、この人のスープレックスにご注目ください。まずはマウントポジションを取りました。下になっているのが大塚です。殴る座という構えを見せた池田大輔、ボテクリ大将です。腕を、ああこれ右腕を持っておいてのパンチですね。そして大塚も上になっていきます。マウントを取ろうというのか、あるいは腕を決めようというのか、まだ完全ではありません。まあ、このマウントという言葉も最近流行り言葉ですよね。マウントポジション、ガードポジション、はい、
まあ、ここはあの藤原組からね、強烈独立したあの団体ということで、はい、言ってみればあの山本小手さんから見ればあの、はい、孫の団体に当たるわけですねそうですよね、うん、まあ数あるプロレス団体今も20以上ですよね、はい、30近くありますが、はい、このバトラスというのはある意味で格闘技とプロレスの融合を目指している団体と言えませんか。そうですね、UWF を、もう少しいわゆる有形のプロレスを大衆化した、はい、面白いエッセンスをよりプロレスから取り入れていこうというような姿勢で、はいはい、一般の人にはすごくストレートに分かりやすいですよね。分かりやすく伝わるものがありますね、はい、しっかりしたレスリングチキンウィングを狙っている、はい、にプラスしてそういう面白さを加えるということで肩固め小手さん、これはどうでしょう。いいんですけどね、体重乗ってないですから、ね、ああなるほどね、決めいくですね、体がちょっと横にある状態ですからね、この選手体重軽いでしょう、はい、ですからねちょっと難しいですね。先日の10月30日の後楽園大会、初の後楽園大会バトラーズ大成功でしたね。そうですね、小手さんにもあの時は解説をしていただいたんですけれどもね、はい、まあポイントが非常にちょっとね甘いところもあったなというところもあったんですが、非常に面白い大会でした。盛り上がりました。後楽園をねいっぱいにするというのは、なかなかバロメーターになるんですよね。ああそうでしょうね、その団体の力がよくわかるという意味で、またコアなファンがたくさん来ますからね。そうですね、そういう意味でも将来的に楽しみな団体だと見てるんですけども、はい、エスケープはフリーです、フリーエスケープです、何回エスケープしても OK です。さあ膝俺が蹴る、首を持っていってボテクリ大将にタッチです。このタッチは今背中をポンと叩いて池田がタッチをしましたが、このタッチはなくても OK なんです。これがバトラーズのタッグマッチのルールです。下からこれアリキックをまさか狙ってるわけじゃないんでしょうが、まだ寝転んだままです。こちらの大塚です、スキンヘッドの大塚、タックルに行きます。ロープ、セカンドロープとトップロープの間、後頭部がこれセカンドロープで抑えられています。大塚上からこれ、なんでしょうあれは、顎を掴んで首を息をもうさせないようにしていました。強烈な音、今私の実況席の後ろの方からうわーという声が聞こえました。カウントです、ダウンです、このダウンもフリーです。何回ダウンしても TKO ということはありません。このあたりがですね、いわゆる有形ともまた違うんですよね、はい、ネックロック、上からのネックロックですが、ね、はい、そういう点では各団体ですね、特徴を生かしているという部分がありますね。そうですね、はい、また今日はいろんなルールの大会がありますから、はい、その都度いろいろやっぱり選手たちはもちろんルールを分かって上での戦いなんですが、ダウンです。アレクサンダー大塚、この選手のキックはですね、普通の素人にして毛の生えたような蹴り方ですね。しかし強烈ですよ。あ、そうですか、足が流れちゃってですね、はい、流れてますね、はい、強烈ですよ、そしてこの小野選手のですね、手にご注目ください。これはいわゆるシューティンググローブですね、シューティングスタイルのグローブです。プレスの話ですと2オンスか3オンスぐらいじゃないかということで、もうほぼすでに近い感覚です。そして自分の指をこれ守るということでよろしいんですね、小手さん。そうです、はい、昔ですね、猪木選手ですね、マメダリダいましたね、あの時は2オンスだったんですね。まさしく自分のですね、拳をですね、痛めないようなグローブだったんですね、はい、まあ、そういう感じですね。持ち上げた、逆エビだ、片エビに行った、片逆エビ蹴る、強烈です。そして自軍に持っていきます。米山が出てまいりました。この浜辺さん、はい、このマーシャルアーツのようなスタイル、バックに割ってジャーマンスープレックス投げっぱなし、このスタイル初めてですよね。そうですね、ニューコスチュームで登場です。これ小林国明の昔の、ね、コスチュームに似てますよ ね、 似てますね。あるいは初代タイガーも、ね、一時こんなコスチュームをしていました。そうです、ね、今日は登場します初代タイガーマスク、強烈ミドルパンチコンビネーションハイキック、ミノハイだ、すごい音がしました。遊戯ダウンカウントが続く、ユニヤマ立てるか、目は大丈夫なようですが、今やっとの思いで立った大ちゃんボンバーラリアット炸裂、池田大輔またしてもダウンだ、大ちゃんボンバー一発でダウン、今不用意に立ち上がりましたから、これはバトラーズのタックの一番の盲点です。危ない状況でこれが立ってしまうとすぐこういった技を食らってしまいます。強烈ソバット、蘇生するか米山、バックに回ったジャーマンだ。浜田さん、はい、これ試合がまた動いてきましたよ。そうですね、今度は池田が今のジャーマンでこれダウンですね、はい、
やー小鉄さん、はい、今のジャーマンでダウンを取るあたりやっぱりバトラーズらしさが出てますよね。そうですね、はい、高く上がりませんでしたけど、後ろに速いですね、はい、相手にうっかり身を取らせないようなね、はい、投げ方ですけどね。なるほど、きつかったです。さあこれがマウントポジションと言います。自分の足が相手の胴のあたりに、ね、来てるわけです。膝でカウントしてるわけですよ、ね、その体重がですね右に行ったらですね相手が右に逃げるちゃう右に、ね、左にですねこう動くうまく常にバランスを取っていれば絶対に倒れないという感じですね。あなるほどね。で下のもんはですね、手を下に入れないと逃げられないという感じですね。ところが下に入れようとしてはですね、顔を殴られてしまうという部分なんですけどね、そのチャンスを狙うのは大変難しいですね、いやさすが元レスラーでねいらっしゃる小鉄さん、説明に説得力があります。さあそして逆肩指です。この表情です。池田来た、これが来るんです。もう覚悟はしているかと思うんですが、まあ、今日ルスから戦います石川はですね後ろからああやって襲ってくるキック、技をかけている相手じゃなくて違う相手から後ろから来るキックは本当に怖いと言っていました。まあ本当にそりゃそうでしょうね。そういうのが不意に来たのが一番怖いわけですね、やっぱり蹴られる時っていうのはレスラーってやっぱり覚悟するもんですよね。真正面に向かっていれば下手に逃げてしまったら危ないですから。そうですよね、いう部分はあります。ですからレスラーってのは打たれ強いっていうのがあるんですけど、はい、それでも不意に食らった時はね、はい、たまりませんね。あ、うん、思い出すのは猪木とねホーガンの試合で不意にエプロンに立った猪木がアクスボンバーを食らってしまったということもあります。さあこの高速ジャイアントスイングをご覧いただきましょう。回転数こそありませんが、しかし回転速度はピカイチです。大塚、後楽園の時にはね、はい、あれをあの小野選手が食らったんですけど ね、小野選手が軽いもんでね、早かったですね、高速で、素晴らしいジャイアントスイングですね。女子プロのジャイアントスイングが早いんですけども、はい、あれにも勝ってませんか。そうですね、あの、はい、男子ではちょっとああいう素晴らしいスイングを見たのは初めてでしたね。加瀬よりも全然早いですよね、はいはい、安田よりは全然早いですね、うん、はい、ということは小野選手軽いですからね、はい、どうしてもうまく乗ったらですね、うん、バックドロップ急角度、首が曲がってしまったぞ池田、あダウンが続く、さっきはジャーマン今度はバックドロップ、ダウンカウントが続く、あっと当てないかもしれない。レフリーの島田さんにこれすがりつくようにして今立とうというところ、カウントダウン危ない。さあチャンスだ大塚、勝負どころですよ。ね、タックルに行った、投げに行こうというのかバックを取ろうというのか大塚、リングの真ん中に持ってこないよ、ね、ロープ際です。ロープをしっかりと腕で固めています、掴んでいます。なんとかそれを離そうというフロント、ここでスープレックスか何か狙ってませんか。あ後ろから小野がフィンガーオープンフィンガーグローブでパンチです。ここが従来の、ね、UWF とは違うところで ね、はい、そうですね、カットプレートとか、ね、ダブルバートの時にはないのが UWF インターですとかのルールなんですけれどもね、はい、そのあたりをすごく緩くして、いるのが特徴ですよね。ハイキックだ、モンドリュッター倒れた、ダウンカウント、米山が声をかける、アレクという掛け声をかけています。セブンで立った、軽量の女が果敢にパンチ、しかしそのバックを取ってジャーマンだ。178センチ78キロの小野がアレクサンダーを、182センチ92キロのアレクを投げていった。ああもうこのタックと言いながらバトルロイヤルのようなですね様子になってきます。そしてこのまんじゅうがあるんです。まんじゅうがためアントニオ猪木、猪木フェスティバル引用にで猪木スペシャル、まんじゅうがためオクトパスホールド、これはどうでしょうか。かなり苦しい表情です。アレクサンダー大塚、この選手は意識してるんですかね、猪木選手。ああそうでしょうねこの猪木の大会でまんじゅうがためを出そうときっと狙っていたに違いありません。まあ後楽園でもね出しましたけどもね、あの時は本当に聖地後楽園ですから、どーっと後楽園沸きました。強烈なキック、おとついの自分のところの大会でもね、フィニッシュ決めてるんですよ。あそうなんですか、はい、あそれがもう決め技でした、はい、そうですか。さあ今度また大塚がダウンです。フリーダウン、フリースケープ、もう少し体重があればね、はい、今のでも、まあ、決まるんですけどね。それが小鉄さんからボクシングの練習を小野選手に勧めたんですよね、うん、そうですね、ということですね、体重ないんですからね、その分ね、はい、キックよりですね手の方が速いわけですよ、はい、足を1回出すと思うんですよ、はい、すごいだ誤解出ますからね、それでねやった方がいいんじゃないかってことで助言したんですよ、ね、なんて答えてましたか。わかりましたって言ってました、ね、あそうですか、はい、非常に素直ですね、はいはい、フロントネックノックです。米山それを持ち上げるバスター、
締め上げます。ボテクリ大将、ボテクリこかすという言葉が有名になりました。池田大輔、その池田にアレクがドロップキック、低空だ。池田はグレイシー呪術も学んでいるという話もあります。あ、そしてキックで倒していきます。ダウンだ、ダウンカウントだ。目まぐるしい攻防です。今日の第3試合です。30分1本勝負、バトラーズタッグマッチ。これもダウンだ。フリーダウン、フリーエスケープ。これあまり食らってしまうとちょっとスタミナがもう危ないですよね。今のがまとまり始めましたね。でしたよね。あ、もう泣きそうな表情です。大谷のような表情を見せる米山。その米山またしてもダウンだ。ダウンカウント。島田優里さん、侍のニュースの折の土日のキャスター、島田優里さんのカウント。さあ、その島田さんが止めた。試合を止めました島田さん。小手さん、はい、いや、目まぐるしい攻防でした。そうですね、なかなかいい試合でしたね。はい、はい、いや、もう浜辺さんね、はい、これ一瞬たりとも目が離せない面白さがありますよね。そうですね、やっぱり守る方も攻める方も、はい。